澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、明治大学行ってみたいと思います。では本日扱う長文の全体像でございますが、皆さん14個の段落で、設問形式はこう3種類ございます。ただまあ、14段落ですね、全部やってると、これはもう、えらいこっちゃになりましたので、その中から皆さん、最初の3段落に集中してですね、そして、皆さん、内容1問題は、明治大学以外でも練習はできるかと思いますので、まあ、明治大学ならではというところで、皆さん、空小10問題と下線部説明ですね、合計4題、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、一つ目の設問、こちらでございます。クーラン、ですね。で、この中に皆さん、この選択肢の中から、一つ適切なものを選ぶという問題でございます。ちょっと皆さん考えていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、クーラン、を含んでいる文章中、ちょっと皆さん書き出してみました。で、皆さん、選択肢1、2、3、4、どれにしますかということですが、皆さん、空所の左側にですね、さあ、ファーという表現がございますので、今までの皆さんの培ってきた知識の中で、ファーなんとか、という感じでいけそうなものですね。おそらくそれを選んでいただいているかと思いますが、皆さん、ファーときたら皆さん、ファーフロムか、ファーアウェイのどちらかに絞れるんじゃないかなという感じがいたします。じゃあ皆さん、どっちにしますかと言われたら、皆さん、分かりやすいのは多分選択肢4番かと思いますが、皆さん、ファーアウェイ。遠いんですね。遠いな、そうです。遠いなってことは、皆さん、空間的、こうですね。距離のお話をイメージできるかと思いますが、じゃあ皆さん、今日はどうなってますかって言うと、皆さん、後ろ、オンリースピーシーズですからね。種の話でございますので、その空間的な範囲がどうたらこうたらという話ではないので、そういったところで選択肢4番は削れるかと思います。ですから皆さん、選択肢の3番ですよね。far from 決してうにゃうにゃないとか、全くうにゃうにゃないという熟語でよろしかったかと思います。で、皆さん、このあたりは後でちょっとまとめますので、今は聞いておくだけで大丈夫です。で、皆さん、続いて空欄 E ですね。選択肢こちらでございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空欄 E でございます。もちろん空欄 E の左側にですね、皆さん、否定語があるのが大きなヒントですね。で、皆さん、選択肢どれですかと言われたら、皆さん、もちろん、選択肢の2番ですよね。だから、not うにゃうにゃ any ということで、全くうにゃうにゃないということで、有名だったかと思います。で、皆さん、選択肢の3番、オールもですね、なんか別にいいんじゃないかっていう感じがするかもしれませんが、1がまずいんですね。not all点点点だったらいけるかなって感じはしますが、皆さん、間に別の単語入ってますからね。ですから、皆さん、not うにゃうにゃ any ということで、バッチリかと思います。で、皆さん、情報像でもお伝えはしているんですが、先ほどの問題もそうですけどね。やっぱり皆さん、否定語から後ろですね。否定語から右側。このあたりが皆さん注目ポイントでございますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄うでございます。皆さん、選択肢これですからね。4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄うでございますが、皆さん、これはですね、空所の右側の、アウト、という表現がヒントになっているかと思います。皆さん、何々アウトと言われたら、あの有名な熟語でよろしかったですね。ですから皆さん、正解は4番、seek ですよね。seek out で何々を探し出すということでよろしかったかと思います。さあ皆さん、最後でございます。下線部 R でございますが、これと皆さん、言い換え可能な選択肢ですね。4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。
それでは続いて下線部はあの問題でございます。これはですね、下線部はあの文章とですね、そしてその直前の文章をおそらく比較検討しながら言った方がわかりやすいかなという感じでございます。それでちょっと皆さん書き出してみました。で、皆さん、birds don't just break branches ということで、その後皆さん、they fashion…点点点ですね。で、皆さん、もちろん、they と言われたら、主語でございますし、で、皆さん、どこを指しますかと言われたら、通常皆さん、手前の主語と同じでございますので、ですから、皆さん、birds のところと、皆さん、they が対応しております。そして、皆さん、どんどん点点点ということですから、皆さん、否定ですよね。で、とにかく以前からお伝えしているんですが、皆さん、否定語から右側がヒントになってくる可能性が極めて高いという話でございます。で、皆さん、この前半は、否定。そして皆さんから全部、あのところはファッションでございますので、特に否定語はないですから、まあ肯定だろうというふうな判断で問題ないかと思います。で、皆さんこれでも否定と肯定で反対だなぁ、ですよね。ですから、皆さんその否定のところを皆さん見てみると、don't just break と書いております。ですので、皆さん break のところと、説問になっているそのファッションのところが対比の関係になるはずだということで問題ないかと思います。ですから、とにかく皆さんこの否定語から後ろヒントですよ。そして対比も最大のヒントを投げてくれますからね、というのは以前からお伝えしておりますし、今後も皆さん、繋がっていくと思います。入試に繋がっていますからね。ですので、皆さん常に意識をしていただきたいという感じがします。で、あと皆さんどうなってますかって言って皆さん、ブレイクブランチスということですから、皆さんブレイク壊すんですよね。まあですからこれがまあなんか壊された、なんかこんな感じですかね。壊されました。で、皆さん、じゃあ、壊されたの反対、壊したの反対は、だからこれの反対ですよね。で、皆さん、目的語がホームズということです。ですから、こうなってる状況をこうするんですね。家をどうしますかということでよろしいかと思います。ですので、家をこうするわけですから、選択肢の2番、コンストラクトを建設するということで問題ないかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。で、先ほど出たですね、表現、まとめておきました。ですから、皆さん、もし知らなければ、この後ノート取っていただいてですね。で、皆さん、ノート取った後はいつも通り、これですね、合格して、スラスラ言えるというところ、皆さん、いつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、明治大学小学部扱ってみましたが、やはり皆さん、情報構造、特に否定語から右側が、ヒントになる可能性が極めて高いですよ。そして、プラスアルファして、対比の視点もあれば、鬼に学ぼうというところでよろしいかと思います。ですから、もちろん明治大学に限ったことではないですが、その他の大学でも使えますし、言ってみれば皆さんが入試当日こういう視点で解くはずでございますので、これをに基づいたですね、練習を今後ともやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。